NHK 旭川放送局は、北海道の上川管内、留萌管内、宗谷管内と空知管内の北部を放送対象地域とする日本放送協会の地域放送局。テレビとラジオで地域放送を行っている。放送対象地域のうち北空知地区は以前は岩見沢放送局の管轄だった。全国の NHK 放送局で、 一つの放送局が管轄するエリアの面積が日本一広いとされている。なお、ルモイ市局には委託記者一人が常駐して、ルモイ振興局管内全域の取材を、稚内市局には、正職員記者一人が常駐して、創野総合振興局管内全域の取材を担当している。2022年春より、北海道内7局がそれぞれ担当する、 ローカル枠の放送エリアを再編し、関係局の業務と体制の大幅な見直しを進める方針である。旭川放送局は、北見放送局と統合し放送時間を拡大、7局体制を維持し、地域サービスの強化を掲げる。旭山テレビ放送所地上デジタル放送にも、コールサインが付与されたため、旭川送信所は、 朝日川放送局の親局となる。朝日川送信所は2007年9月7日13時から、ワッサム中継局は9月10日から、試験電波発射と同時に試験放送開始。2007年10月1日より、朝日川送信所とワッサム中継局で本放送開始。ワンセグも試験放送開始当初から地域向け、ローカル放送を行っている。なお、 本放送開始まで、テレビ画面で、コールサイン、試験放送中のテロップは終日表示されなかった。以後開局した、中継局は、以下の通り、旭川送信所と、同時開局したワッサム中継局は、地上デジタル放送中継局として、旭川放送局管内で、初の設置。総合テレビ、リモコンキー ID、三教育テレビ、リモコンキー ID、21。 朝日川送信所は TVH を除く民放各局が共同で新設。局舎、鉄塔、送信アンテナとも新設されたが局舎は民放各局のみ使用。NHK は既存のアナログテレビ、FM 送信所施設を使用する。2、ワッサム中継局はこれまで NHK のアナログデジタル放送に加えて HBC と STV のアナログ放送も送信されていたが、HBCSTV のデジタル放送については、NHK の施設は使用せず、同じ地点にもう一箇所置かれている HTB、UHB 共同の中継局施設を使用するため、アナログ放送終了後は、NHK 単独の施設となる。3. エリアは、宗谷地方南部とルモイ北部のほか、離島であるリシリ島、 レブン島の一部地域でも受信可能。なお、地区中継局はこれまで NHK のアナログデジタル放送及び FM 放送に加えて HTB、HT UHB のアナログ放送も送信されていたが、HTB、UHB のデジタル放送については NHK の施設は使用せず同じ地点に HBCSTV も加えた民放各局共同で新設されたデジタル局社からデジタル放送の電波を送信するためアナログ放送終了後は NHK 単独の施設となる。なお、地区中継局デジタル放送の鉄塔 UHF 送信アンテナは NHK が円柱式で別途新設。民放各局はこれまで NHK の施設から HTB、 UHB のアナログ放送の送信に使用していたものをそのまま使用している。4.2014年9月29日から、渾身地域に対する受信状況改善のため、チャンネルを変更。前日の9月28日までは総合は 31CH、教育は 20CH で放送していた。開局スケジュールは、2011年7月24日の 定派をもって運用を終えた中継局総合テレビ教育テレビラジオ第1放送ラジオ第2放送 FM 放送 FM 放送の音声はこれまで旭川局単域でのローカルニュース及び高校野球地方大会放送時のみステレオ信号を出さずにモノラル放送となっていたが機材更新により2012年2月6日から 前述の番組を含めて終日ステレオ放送となった。HD イコールハイビジョン対応、朝日川ローカル枠放送時、デジタル放送での NHKG のウォーターマークに限らず、アナログ放送で常時表示される、アナログのウォーターマーク、アナログ放送終了告知テロップ及び、アナログ放送終了まで、あと日のカウントダウン表示は行わなかった。ありがとうございます。